はい。よーし。美味しかった。美味しかった。美味しかった。皆さんこんばんは。以上、花子でございます。こんだけ引きで撮るのはちょっと初めてなので、どんな感じの動画に仕上がるのかちょっと分かんないんですけど、今日はこんな形でいきたいと思います。今回買った商品がこちらでございます。子供用のローチェアでございます。うちの息子が今月で7ヶ月になって、ようやくねつかまり立ちでこう立てるようになったんですね。でご飯も今ね、一緒の食卓で食べてるんですけど、ちゃぶ台でうち食べてるんですよ。で、こう、ちょこんと床に座らせると、食卓にね、こうやって捕まって、ね、こう立って、で、こう食べさせてもらってるみたいな感じで、なんか立ったまま食べてるんですね。この前、うちの実家に連れて帰った時に、うちのじいちゃんばあちゃんが、息子のために椅子を買ってくれてたんですよ。それに座らせたらえらい喜んだもんで、まあ、そんな姿を見たっていうのも、まあ、きっかけでございます。で椅子をね、いろいろ調べたんですけど、使ってる様子っていう動画ってそういえばあんま見ないなと思ったんで、ちょっと今回動画にしてみようと思いました。前置きが長い。早速開けていきたいと思います。今回買ったのは大和屋さんというところ、家具屋さんなのかな。結構ね、子供関係の、こういう椅子とか、あとはね、衣類を入れるようなね、タンスみたいなものを、ね、扱ってるようなところでございました。で、Amazon のコメントを見ても結構いいんですよ。なので今回これを買ってみました。早速いきたいと思います。せーの、ドンドン、よいしょ。こうかこうか、よいしょ。かっこいいじゃん。こちらでございます。おいいじゃん、すごいじゃん。もうね、使える状態で入ってました。何も組み立てるところがないのかな。ちょっと細かく見ていきたいと思います。こんな形でございます。すごいしっかりしてるよね。すごいね、木のいい香りがします。下のこれを外して、よいしょよいしょ、これを跳ね上げると、ここまでいく。でこうすると、普通の椅子みたいに座れますよって言ってました。でね、これがかっこいいね。ここ見えるかな。大和屋って字なんか入ってるでしょ。こういうワンポイントのところはね、ちょっとおしゃれだよね。これ買ってよかったな。じゃあこれを実際に、息子に座らせてご飯を食べさせてる様子を、ちょっとご紹介して、終わりたいと思います。ちょっと待ってな。よいしょ。これなんだ翔太、これなんだ、これなんだ、これなんだ、そっちが気になるけよいしょ、よーし、よし、はい、おいで、ぐり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 、気になるかい、あれ気になるな。よし、じゃあここ座ってみようか。よし、おこれじいちゃんと変わったやつじゃん。せーの、よいしょー、どん。おかっこいい、かっこいい、食べたい人、食べたい人、はーい食べたい人、はーい、よいしょー、美味しい、自分で食べなきゃ、さあ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 、美味しい、かっこいいかっこいい、シュウテ、美味しい、ふふふ、ご機嫌じゃん。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれパソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック、スマートフォン、タブレットの方は
下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。